あれ、おーい、姫ちゃん、かのこちゃん。お、立花さん。ギャル先輩、今日もギャルだな。おはよう。早いね。二人揃ってこれからリーベに向かうとこ。おはようございます。いえ、まだこんな時間なので買い物とかしてたところです。ね、かの子。うん。へえ、やっぱりいつも二人一緒なんだ。かのこちゃんもおはよう。また虫はさすがに傷つくな。この格好前にリーベで見たよね。はい。それともおはようじゃなく外でもごきげんようの方が良かった？おはようございます、立花さん。でもお店の外でばったり会うなんて偶然だね。そうですね。最初にもっと珍しい出会い方してるんですけどね。お、あれ、そういやこの場所って、そうなんです、姫ちゃんが舞さんに怪我させてバックれようとしたとこ。いや、バックれてはないですよ。人聞きが悪いな。あれ、舞さん置いて逃げようとしてなかったっけ？してないですね。それなのに立花さんが壁ドンで迫ってきたんじゃないですか。壁ドン？壁ドンっていうかさ、姫ちゃんに壁ドン。ただ面と向かって話をしただけなんだけど、つまり、かのこちゃん、ちょっといい？ほら、こんな風に。だから、それが壁ドンなんだよ。かのこ怯えてるから。ほら、こんなの全然普通のことじゃない？そうでしょ？ね、かのこ。じゃ、かのこちゃん？かのこ、落ち着いて。立花さんもダメですよ。かのここういうのに免疫ないんですから。ごめんごめん、ちょっとサロンみたいにやってみただけだからさ。さすがにここまでのリアクションは想定してなかったけど。